ソムリン TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソムリエの哲也とソムリエの小野塚です。ナチュラルになってきた。はい、任せてください。素晴らしい。前回、ワインをブラインドで小野塚に、見事にやられて外したワインそこにあるけど、はい、はい、で、今回もまたブラインドで、まあ、今回私が2本こう準備したっていう形なんですけど、リベンジさせてもらいます。リベンジ、はい、そう、ね、砕け散るかもしれないですはい、それでは行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、いや今日も暑いですね。暑いね。外は35度らしいよ。35度。なかなかですね。北の方が明るいイメージなんですよね。コルクは見せますよ。はい、いきます。はい、なかなか淡い色をしてますね。はい、お値打ちの前に今回ご準備させていただきました。では、はい、そうですね、色的にはピノノワール。あー、確かに色薄いよね。出していただきます。はい、どうぞ。あドライフルーツ系の香りです。あー、そうだね。では、いただきます。お召し上がりください美味しいです、ね、柔らかで、ね、うまいよね。その色と違ってコクがあります。俺的にはプルーンっていうかね、うんうん、そのニューワールドを感じさせるような濃さがあります、ね、うん、でもこれはイタリアですね。ほう、ニューワールドと思わせといてイタリアです、ね、品種はちょっとニューワールドを感じたのでプリミティーボかなと思ったんですけど、サンクベーゼにメルロなんか入れちゃったりしてるやつかもしれないですあー、確かにあるね。でもこのこれはサンジョベーゼですね。キャンティー、間違いない。キャンティーの、ああいや、悔しいです。あまり言い過ぎなくて、いやいやいや、もう口から出ちゃったもん。これは年代ちょっとなんか立ってる感じするんですけど、2008とかですね、2008、9、後半に甘みが来て、サンジョベースにこんな甘みあったかなって感じます、ね、まだ戻れるよ。まだ戻れます。イタリアは買えないです。誰に言ってるんだよまあいいけど自分に、うん、オッケーオッケー、はいはい、イタリアは買えない。ちょっと甘い気がします。南です。イタリアの南プリミティーボです。プリミティーボ、プリミティーボ2009年、プーリア州、プーリアのプリミティーボ、かかとのやつです。かかとのところ、はい。せめて国ぐらい当てたいですね。これ国外さないし、ということはイタリア、イタリア、ネグロアマール、ネグロアマールか、サレントス、サレントス。いや、でもまあ近いとこ行ったね。まあ近いです、うん、まあ正解ですか。は2013年ですか。意外と若い、意外と若い、うん、これでも美味しいです。うまいよね。これいくらだと思う。1800円。1800円。はい。点数は、点数は
5点。あ、5点です。6出そうか思ったけど、そうです、迷うところだけど、5だな。出してもいいけどね。少し冷やし気味でも美味しいです。うん、結構これは何にでも合わせやすい。うん、俺これ2000円でいいと思うけどね。2000円ちょい足が出るぐらいでも全然俺は問題なく。希望小売価格1580円。あ、安い。いや安いよ、こんなワインないよ普通。これはお店で、普通のお店でやっぱりあんま買えないですか。いや、どうだろうね。アズマコーポレーションさんだから結構あるとこにあると思うし、結構やりやすいとは思う。やっぱりでも裏側押さえてくるね君ね、はい、いつでも行っていただければ大丈夫なので、はい、お約束のこれです。コープで、はいはい、行きます。アズマさんの任せください。美味しかったです。ありがとうございます。今回はまあまあ正解、ありがとうございます。美味しいっす。よかったね美味しいです。ありがとうございます。